ボルボ XC90 は、スウェーデンの自動車メーカー、ボルボカーズが製造、販売している高級 SUV である。2002年の北米国際オートショーで発表された、初代は、初代、ボルボ S80 などの大型車と共通のフルサイズのプラットフォームである、ボルボ p にプラットフォームを採用。ボルボのトースランダ工場で生産した、初代の生産設備を、 中華人民共和国に移し、2014年末にスウェーデンでの生産を終了し、社名をボルボ XC クラシックに変更した。2014年末には2代目 XC90 を発表した。新しいプラットフォームであるスケーラブルプロダクトアーキテクチャをベースにしている。XC90 は両世代もにデビュー時に雑誌、 モータートレンドの SUV オブザイヤーを受賞している。プラットフォームは S80 や他の大型のボルボ車に使われているボルボ p にプラットフォームであり、S80 と同じくエンジンは直列5気筒と直列6気筒のガソリンエンジンを横置きする。当初用意された時期後はシングルターボ、時期6はツインターボであった。XC90、XC90 オーシャンレース2005年。 初等、オーシャンレースエディションと呼ばれる特別バージョンが発表された。特別なブルーカラー、コントラストステッチを施した、レザーインテリア、特別なインテリアドリムを採用。合計800台が生産された。XC クラシック初代、ボルボ XC90 は、中華人民共和国では、XC クラシックとして販売されていた。国旅行招待形式にあるボルボの新工場で、 生産されており、必要な工具はスウェーデンから出荷されている。装備レベルは国際仕様と比較して変更され、エンジンは220馬力の2.5リットルターボガソリン、5気筒エンジン1機のみとなっている。XC クラシックは全車全輪駆動を標準装備し、トランスミッションは5速マニュアル、または5速オートマチック。価格は2代目 XC90 よりも低い。 XC90 の屋根は超高張力広範で補強されており、横転時に助手席が倒れるのを防止する。このシステムはロックスとして販売されており、ロール安定制御、横滑り防止装置、及び側面衝撃吸収システムシステムと密接に関連しており、事故の発生を防止し、最終的には事故力を最小限に抑えることができる。 アメリカ合衆国の国家幹線道路交通安全局は2013年型 XC90 の傾斜リスクを17.9%と測定している。最大サイドウェイ水力は0 7 7ム。XC90 のリア構造は衝撃エネルギーを吸収するように設計されており、乗員は無知打ち症保護システムで保護されている。 追突事故の際に乗員を抱きかかえるようになっている。米国道路安全保健協会は、ボルボ XC90 にトップセーフティピック賞を授与した。XC90 は、フロント、サイド、リア、屋根の強度テストにおいて、フスの良好という評価を受け、エレクトロニックスタビリティコントロールを標準装備して受賞した。業界初のロールスタビリティコントロールは、2003年に、 XC90 に初めて導入された。ボルボカーコーポレーションは2007年7月末、バッテリーショートと火災の危険性があるとして、2005年モデルの XC90 の42,211台をリコールすると発表した。同社は2004年6月7日から5年5月13日までの間、スウェーデンのトースランダ工場で生産された。リコール対象は、 アメリカ合衆国とカナダの車両のみ。ボルボは2012年5月、第2世代 XC90 の生産を2014年後半に開始し、2014年に受注を開始し、2015年に正式に販売を開始すると発表した。この SUV は欧州、アジア、北米で販売され、アメリカでは世界販売の3分の1以上を占めると予想されていた。ボディー、 シャシー、サスペンション、内外装のスタイリングを含めあらゆる部分が新開発となっており、新時代のボルボ車となっている。デザインは北欧神話のトールハンマーをモチーフにしたデザインが用いられ、デザインを含め車両は非常に高く評価され、2015年4月11日読、レッドドット賞のベストオブザベストプロダクトデザイン賞を受賞、インテリアデザインオブザイヤーを受賞。 さらに2016年の北米トラック &SUV オブザイヤーを受賞。米モータートレンドの 2016SUV オブザイヤーをはじめ、全世界で50以上の賞を受賞した。比較的大きなボディを持つ SUV であるが、搭載するエンジンを時価4に限定している点も、ダウンサイジングを考慮した時代に即したものとなっている。プラットフォームも新開発である。 スケーラブルプロダクトアーキテクチャを採用。ボディは、仙台と比べると全長と全幅を拡大し、全高は 20mm ほど下げられている。2016年1月27日、日本仕様を発表。全車オードのみの設定となり、搭載されるエンジンは、全車自家4ガソリン2.0リットル直噴ターボとなるが、トップレンジの T8 はそれに、電気モーターを組み合わせた。 フェブとなり、システム出力 407PS を発生。モーターのみで 35.4km の走行が可能。T6 は 320PS のターボチャージャースーパーチャージャー。T5 は 254PS のターボチャージャーとなる。後発でディーゼルモデル d 5発表、発売。ガソリンモデルと同じくドライブ E に乗っ取り2リットル直列4。 気筒ディーゼルターボを搭載し 235PS、480 n m メートルを発揮する。また、新システムとして、パワーパルステクノロジーを日本仕様ディーゼルエンジンとして初採用。発進加速時にターボ内へ圧縮空気を送り込み、ターボラグを減らすことができる。トールのハンマーと呼ばれる T1 型の LED 昼間点灯新型 XC90 は、 ダブルウィッシュボーン式、フロントサスペンションと、軽量素材の横方向リーフスプリングを採用した、新しいインテグラルリンク式、リアアクスルを採用し、車種を一新した。新型 XC90 は、また、5つのモードから選択できる、電子制御、エアサスペンションを装備することができる。インテリアには、9インチのタブレットのような、タッチスクリーンのセンターディスプレイ、ステアリングホイール、 ボイスコントロールが装備されており、これらはすべてセンスとして販売されているインターフェースにリンクしており、インターネットラジオ、ナビゲーション、パーキング、音楽ストリーミング、OS ミラーリング、Apple や Android 端末を含むクラウドベースのアプリをタッチスクリーンディスプレイに表示し、社内でタブレットを使用するための Wi-Fi ホットスポットにアクセスすることができる。その他、運転席と、 助手席の間のセンタースクリーンにはオレフォスのクリスタルを使用したシフトレバーやダイヤモンドカットのスタート、ストップボタン、ドライブモードコントロールなどの操作部が設置されている。車両のシートもサイドボルスターの調整やシートクッションの延長、マッサージなどのデザインを変更した。2列目にはリクライニング調整機能付きの3人乗りシートを採用。 スライド機能を使用することで3列目の乗員の足元に余裕を持たせたり、積載スペースを増やすことができる。センターシートには一体型のチャイルドブースタークッションが用意されている。XC90 は5人乗りだが7人乗りの3列目シートも用意されている。ボルプカーズの空気浄化システムは新しいカーボンフィルターを追加して改良され、 吸入空気中の小粒子や花粉をより効率的に補足する。二代目 XC90 は長官的な視点で周囲の視界を確認できる360度ビューカメラを採用している。リアセンシングシステムはパークアシストパイロットとして自動駐車を可能にしている。二代目 XC90 はボルボのデザイナーによってトールのハンマーと呼ばれる T 字型の LED ピルマ点灯とともに グリルを覆う、斜めのメタリックスラッシュとアイコンである矢印を1、直線に並べた、ボルボの新しい、より目立つロゴマークを、初めて搭載したモデルである。キネティック、モーメンタム、インスクリプション、R、デザイン、エクセレンスの5つが用意されている。第2世代ボルボ XC90 の SUV の、特徴は、ランオフロードプロテクションや、交差点での自動ブレーキなどの、 インテリ政府を搭載している。ボルボ XC90 の安全システムには以下のようなものがある。パイロットアシスト2車線逸脱防止支援システムは半自律走行技術、パイロットアシスト2を2017年モデルの一部市場で XC90 に標準装備している。また、ボルボは2020年までに新型ボルボで重傷を負ったり死亡したりするものは いないものとすると主張している。ユーロンキャップは2015年に標準装備の5ドア SUV、XC90 をテストし、XC90 をクラス最高のパフォーマンスとみなしている。国家幹線道路交通安全局はロールオーバーのみを記録した。米国道路安全保険協会も XC90 の衝突テストを行い、以下のような結果を発表した。 イギリスでは2018年までに5万台以上の車両が販売され、運転手や乗用車の死亡は記録されていない。ボルボ XC90T8、プラグインハイブリッド XC90 の T8、プラグインハイブリッドは、ボルボ V60 フェブで使用されている技術をベースにしている。車両の中央に配置されたバッテリーは、電気自動車の充電器を使用して充電することができ。 また、回生ブレーキによって回収されたエネルギーを蓄えることができる。ボルボによると、XC90T8 はハイブリッド装備を搭載するために、乗員スペースや過失スペースを犠牲にしていないという。ただし、前2016から2018では、タンク容量が50リットルに縮小され、スペアタイヤもない。CO2 排出量は4 9ム キロメートルで欧州新走行サイクルでのオール電化走行距離は43キロメートルである。通常の走行はデフォルトのハイブリッドモードだがドライバーはボタンを押すことで電気のみを使用するモードに切り替えることができゼロエミッション走行を実現している。アメリカ合衆国環境保護庁のテストでは XC90T8 のオール電化走行距離は14ミレ、ミで ガソリン消費量は多少あるため、実際のオール電化走行距離は0から13ミと評価されている。EPA の5サイクルテストでは、2016年モデルの XC90T8 のピュアモードでのエネルギー消費量は100ミあたり5 8アワーと評価されており、これは都市と高速道路を合わせた燃費が1ガロンあたり、 ガソリン換算で53マイルになることを意味する。ガソリンエンジンのみを搭載した場合の EPA の公式な都市、高速道路総合燃費は25メートル PG、US である。x c 9 0 t 8 f e ブの米国での納車は2015年8月に開始された。欧州での2015年の累計販売台数は2653台であり。 2016年2月までの米国での累計販売台数は488台である。ボルボによると2016年3月中旬までのプラグインハイブリッドの販売はボルボ XC90 の世界販売台数の20%を占めるという。ありがとうございます。